ます。今日は2月の7日日曜日、今午前7時前ぐらいです。今日はですね、江戸川を走るんですけれども、まあ、できたら関宿城まで行ってみようと思っていて、で今回は時間をちゃんと測ってみようと思ってるんですよね。だいたい葛西臨海公園から関宿城まで、私がのんびりちゃんと走ってどれくらいかかるかっていうのをちょっとチェックポイントごとに記録しながら走ろうかなと思っていて、でね、それが分かるとまたもう少し遠くに行くときに、だいたい時間のスケジュールを組みやすくなるのかなと思っていて、今日はちょっとそういうことでタイムを測るっていうのが主な目的になります。前ですね。だいぶ温まってきました。体は暖かいんですけど、足の指先、手の指先がまだかじかんだ状態。だいぶお日様高くなってきたので、もうすぐ暖かくなってくると思います。
9時20分ぐらいですね。やっぱり結構時間かかりますね。で、まあ、お天気は本当ポカポカでとても気持ちがいいです。春みたいですね。もうで手とかも随分暖かくなってきて、手袋二重に入ってたんですけど、もう一枚脱ごうと思います。関宿橋まで来ました。いつも野田橋で左岸に渡って、ほとんど右岸に来たことなかったんですけど、右岸とっても走りやすくていいですね。で多分この関宿橋渡らなくても行けるのかもしれないけど、渡った方が良さそうなんで、ちょっと渡ってみようと思います。関宿城着きました。時間、到着時間は10時55分ですね。ほぼほぼ4時間かかってます。結構かかりますね、やはり。まあ、ちょっとここで補給して、少し裏のお庭を散策して帰ろうと思います。あんまり遅くなるとね、風が強くなってきそうなので。